変わりまして、宇陀市の仏立寺では県内で最も古いとされる千年桜が満開を迎えています。山深い寺の参道脇にそびえる千年桜、その名の通り樹齢千年近いこの木は、高さおよそ8メートル、横幅は15メートルほどにもなり、空を覆うように花を咲かせる姿は、そのスケールと美しさで見る人を圧倒します。千年桜は2種類の桜が交わった交配種で、葉と花が一緒に開く山桜と寿命の長い江戸彼岸の特徴を併せ持っています。仏立寺の千年桜は今週末頃まで楽しめそうだということです。